皆さんこんばんは、MK です。ポケットモンスター騒動鎧のことをパート4やっていきましょう。前回の続きからですね、大キノコを取りに洞窟に向かっているんですが、まずはケンタロスの威圧感がやばかったので、こいつ捕まえていきましょう。そろそろ捕まってほしいんですが、どうでしょうか。1回揺れて、2回揺れて、お願い3回揺れて捕まってください、OK。いや普通にめちゃくちゃ強かった今。インテレオンやられたしね。オッケー、なんとかケンタロス捕まえました。まあ回復はしておいたんで大丈夫なんですが、不思議層はレベル27に上がった。まだ進化ではないですね。今回のパートで進化までいけるでしょうか。ケンタロスのデータ読んでいきましょう。ケンタロス暴れ牛ポケモン。尻尾で自分の体を叩き出したら危険だぞ。猛スピードで突っ込んでくる。やばめっちゃ怖いじゃん。じゃあボックスに送っておきましょう。で待て、洞窟ってこっち？なんかさ、待って、怖そうなポケモンがいっぱいいますね。あー待って、下じゃん。下でした。一旦じゃあ下の方に向かっていきましょう。日のやこまさんがいるんですが、こっちに向かってくる感じ。バサバサと羽ばたいて、あ、来ないか。来るんかい。よーし、じゃあこいつも捕まえていきましょう。はい、一発目捕まってほしいんですが、1回揺れて、2回揺れて、3回揺れてお願いします。 OK。まあ結構序盤の鳥なんで、 XY の序盤の鳥なんでね、まあ捕まりやすいところはあると思いますが、不思議層はレベル28いけるか。34だったか36だったか、そんな感じだったと思います。火の矢駒は火の子ポケモン。巣穴の中に火の子を飛ばし、驚いて出てきた獲物を鋭い爪で仕留めるのだ。怖いなこいつも。なんか結構攻撃的なことが書いてあるポケモンが多いんですが、この辺に他にいますでしょうか。カリキリは前捕まいましたよね。ミルタンクがいる。ミルタンク結構強いですからね。頑張って捕まえていきましょう。オッケー、捕獲クリティカルは出たんですが、どうでしょうか。一回揺れて捕まってください。オッケー。実は今体力半分ぐらい残っていたんですが、ゴリ押しで捕まえてしまいました。結構ね、なんとかなるもんですよね。不思議層は甘い香りを覚えたい。それはいらないかな。相手の命中率を下げるという技なんですが、じゃあミルタンクの図鑑データ読んでいきましょう。ミルタンク地中種ポケモン。栄養満点のミルクを出すことから、古くから人間とポケモンの暮らしを支えてきた。まあこの世界では牛乳っていうのはミルタンクがこう出すものなんでしょうね。ケンタロスはさっき捕まえたからいらないですよ。ちょっと遠回りしましょうか。ミルタンクとケンタロスしかいないんかここは。日のやこまもいましたが、まあそれはいいとして、そういえば待てよ、一旦回復させないとまずいんですね。さっきのケンタロスとミロカロス、ミルタンクでちょっと体力がやられているので、すごい傷薬インテレオン回復。なんかすごい傷薬って120しか回復しないの、ここまで来るとちょっと少ないですよね。もうちょっと回復してくれるとありがたいんですが、何でも直しでインテレオンの火傷も直していきましょう。カイロスがいる。カイロス、じゃあ捕まえていきましょうか。なんかこいつも限定っぽいしね。よし、じゃあ頑張って捕まえていきましょう。待って、もう8発ぐらいモンスターボールを投げているんですが、はい、1回揺れて、2回揺れて捕まって、3回揺れてお願いします。 OK。 めちゃくちゃボール使ったんだけど今ので。200個ぐらいは持ってきてるんですけど、足りなくなりそうですね。はい、じゃあ経験値もらいまして、不思議層が31。そろそろ進化が近いですよ。カイロスの図鑑データ読んでいきましょう。カイロスクワガタポケモン。角で互いを格付けする。太く立派な角を持つカイロスほど異性に人気。なるほど、このカイロスの世界では角の大きさが大事なんですね。そしたら他には、待って、ファイアローいるじゃん。火の矢駒の進化系なんですが、じゃあファイアローも捕まえておきましょうか。こいつサトシも持ってましたよね。結構かっこいいポケモンなんで、ちゃっちゃと捕まえていきましょう。はい、1投目どうでしょうか。1回揺れて、2回揺れてお願い捕まって、3回揺れてお願いします。 OK。 まあやっぱりポケモンによって捕まえやすさ、捕まえにくさってありますよね。体力減らすかどうかとかは全く関係ないところなんですが、不思議層は32に上がった。進化レベルはどれぐらいでしたっけ。 32? あ、32だ。OK。 じゃあなんとかこれで不思議花に進化ですね。おや、不思議層の様子が結構不思議花のデザインかっこいいですよね。巨大マックスも楽しみなんですが、OK。 いや、いいな。おめでとう、不思議層は不思議花に進化した。これは結構使えそうですね。特に技は覚えないみたいです。不思議花種ポケモン。太陽エネルギーを栄養にして大きな花が開く。日向に引き寄せられるように移動する。なんか本当の植物みたいですね。そしたら、お、なんか覚える感じ。花吹雪、
強いんだっけ。花吹雪と今覚えてる種爆弾は、おお、花吹雪の方がいいじゃん。じゃあ種爆弾忘れさせていきましょう。なんかいろんな技が入れ替わっていきますね。種爆弾の代わりに花吹雪を覚えました。それぐらいかな。じゃあ次はファイアローの図鑑で第4でいきましょう。ファイアロー、劣化ポケモン、鳥ポケモンが主な獲物、羽毛の間から火の粉を吹き出し相手を威嚇する。なんか攻撃的なポケモンばっかりなんですが、今回はポケモンいっぱい捕まえている場合じゃないんですよ。洞窟に行きたいんですよ。洞窟はあれ、ちょっと外れた。待て、こっち側じゃなくない。あれ、ちょっと方向音痴な MK さんなんですが、あっちか。カリキリは捕まえたと思うんで奥の方に進んでいきましょう。とりあえず 200W とかはもらっていきましょうか。会った時はもらっていきたいと思います。ドレディアだ。ドレディアめっちゃ可愛いよね。よし、じゃあドレディア捕まえていきます。はい、これが5投目ですね。なんとか捕まらないでしょうか。1回揺れて、2回揺れて、3回揺れてお願いします。 OK。 さっきまで全然揺れもしなかったのにいきなり3回揺れてカチッと捕まりました。いや、ドレディアめっちゃ可愛いよね。そう、ポケットモンスターブラックホワイトから出てきたポケモンなんですが、ネギガナイトが32。ネギがないと最近使ってないな。ちょっと使ってあげましょう。そしたらドレディアの図鑑データ読んでいきます。ドレディア、花飾りポケモン。一流の園芸家でも頭の花を咲かせるのは至難の技と言われている。なるほど、人間の手で咲かせるのはめちゃくちゃ難しいというポケモンなんでしょうね。洞窟見えてきました。まだまだポケモンいるな。待て、ストライク、じゃあ捕まえていきましょうか。かっこいいからね。よーし、頑張っていきましょう。はい、どうでしょうか。赤まで減らして麻痺状態なんですが、2回揺れて3回揺れて捕まってください。 OK。 いや、やっぱストリンダーのほっぺスリスリがめっちゃ強いんですよね。ポケモンを捕まえるときはストリンダーを先頭にしておきましょう。アーマーガーが69レベルに上がりました。なんかこの辺まで来たら新しい技を覚えないですよね。ストライク、カマキリポケモン。戦いを重ねるごとに剣の切れ味は上がる。大木も一刀両断に切り裂くぞ。怖っ。あ、カマか。鎌の切れ味が上がるんですね。待てよ、あっちに行く前に一旦ポケモンを回復してもよろしいでしょうか。ストライクと言ったら、ポケットモンスターじゃねえや、ポケモンスタジアム金銀か。ポケモンスタジアム金銀のミニゲームわかりますか。カイロスと、ストライクでガジャンって線の通りに切っていくみたいな、あれめちゃくちゃ得意。あれめちゃくちゃ得意ですから MK さん。まあ披露する機会はないと思いますが、わかる人だけちょっと、ああったなそんなのとなっておいてください。こんにちは。おお、こんなところ、なんつった今、ごめんなさい。俺は掘り出し親父。おっと、掘り出し兄弟はした。掘り出し兄弟と掘り出し親父は別人ですか。あいつらのパパさんだ。なるほどね。鎧鉱石って持ってるか。鎧とお姉さんの珍しい石でね。そいつをくれたら自慢の腕っぷしでバリバリワットを掘り出してやる。あ、ワット掘り出せるんだ。無料でいいの、ありがとう。じゃあレポートを書いて、ちょっとワット2000ワットぐらい欲しいんですけど、どうでしょうか。お、1500ワットありがとう。待って、めっちゃ掘れる、めっちゃ掘れる。やばくね。やばい。うっそ、やば。15500。そんないきなりもらっていいんですか。ありがとうございます。奈良市の洞窟に入ったんですが、とりあえずカラカラがいたのでカラカラ捕まえていきましょう。もう体力も減らさず投げちゃうという感じなんですけど、捕獲クリティカルで OK、 捕まりました。今全く体力減らしてないよ MK さん。早送りという名の早送りじゃなかったと思うんですが、不思議花が34に上がりました。不思議花はもっといい技を覚えてほしいですね。カラカラ孤独ポケモン。死に別れた母親を思い出し、泣くと頭にかぶった骨の中で物悲しく響くのだ。そう、この頭にかぶってる骨がお母さんの骨なんですよね。そういうポケモン図鑑関東のやつかながあるんですが、そしてね MK さん分かった。ここはストリンダーとインテレオン戦闘を変えておきましょう。入れ替えるでストリンダーにしておかないと。ポケモン捕まえるときに結構不利ですね。ディーグーだ。いました。デミグラス、デミグラス、なんか日本語喋ってるよねいつもね。そしたら、おお待って、あれが大キノコじゃないの。大キノコ発見しましたが、その前にこっち側に技マシンあったので、あれ拾っちゃっていいですか。ヒールボールを見つけて、技マシンって追加になったの。あ、技レコードか。レコードが落ちてるんですね。ちょくちょくステルスロックありがとうございます。これは結構対戦では使える技ですからね。おっと、ディグダいた。そこは分かりづらいって。はい、ディグダさん、こんにちは。デミグラスばっかりだな。デミグラスって何。そしたら待って、今3度いなかった。
あれ今、うわーびっくりした、ガルーラ。そんなことある？じゃあガルーラ捕まえていきましょう。あー倒しちゃった、間違えてガルーラ倒してしまいました。まあまあまあ、そういう時もあるよね。じゃあ次また出会ったら捕まえていきましょう。ガルーラ結構レアっぽくないか？うわやらかしてないわ、ガルーラめっちゃいたわ。はい、じゃあ大キノコを取りましょう。ちょっと待って、なんだ、誰か来たぞ。誰ですか？おっとクララちゃん欲しいの？いやでも私が最初にこれ見つけましたからね、買おうよ。ぜいぜい。普通この流れで3個いっぺんに入る。あ、3個なんだこれ。ねえ、それ私が最初に目つけてたの。そんなことある？私の方が先輩だから大キノコを譲ってほしいな。まあ、譲ろうか、じゃあ。何それ、余裕ってやつ、うちのことを見下してる？自分で譲ってほしいって言ったんじゃないですか。ほんと目障りなのよね。ポイッと出てきたくせに、足。ポイッと出てきたくせに若くて実力があってさ。うちの邪魔するつもりなら、グロい毒で蝕むぞ。また戦闘ですか？オッケー、じゃあクララちゃん倒していきましょう。いや、モンスターボールのそのスイッチ、そんな強く押さないの。じゃあはい、クララはヤドンを繰り出してきました。結構可愛いんだけどね、見た目はね。じゃあストリンダーでちょっとこれ倒していきましょう。ここいらではっきりさせとこう、私の方が強いってこと。お、今のパンチもいい感じなんですが、そしたらここはオーバードライブでいきましょうか。本当は野生のポケモン捕まえるためのストリンダーだったんですが、オッケー。あれ？クララちゃん大丈夫？あんまり強くないんじゃないか？さあ、なんか前回戦った時もそうだったんですが、ドガースを繰り出そうとしている。まあまあまあ、このままでいいでしょう。ドガース繰り出しました。お、関東ドガースですね。ガラルではない、あ、ガラルはいないか。そうだね。ガラルはまたドガースだけでした。そしたらドガースをケイ倒してました。あれ？なんかあんまりもしかして強くない感じ？ホイーガを繰り出そうとしている。もうこのまま行きましょう。また負けちゃうの？やっぱりうちはダメなの？いや、そんなことないと思いますけど、もうちょっと物腰柔らかくお願いしてもいいでしょうか。そしたらここもう一度オーバードライブ打っていきましょう。多分倒せると思います。ホイーガはあの不死での進化系ですね。前回クララちゃん不死でを使っていたと思うんですが、進化したんでしょう。不思議花36に上がりました。オッケー、はい、勝負に勝ちましたよ。うちと君何が違うっての？7560円ありがとうございます。これで大キノコは私がもらっていいですか？わー、なんで勝てないの？いっぱい頑張ってるのに、うちに何が足りないの？いや、なんだろうな、清純さというか。今回は君に譲ってあげる。うちもっと良さげなの探すから。良さげなのね、ベーだ。あっかんベーしていきましたけども。そしたら大キノコありがとうございます。これで一気に3個手に入りましたね。全部で何個集めるんだったっけ？ダイマックスの姿を変える力を持ったキノコ。戦闘中ポケモンの全ての能力を上げる。いいね。ピピ、お、なんだ？ロトムスマホが鳴っていますが、もしもし MK ちゃん、修行の調子はどう？余裕ですよ。もう大キノコ3個見つけたの？他の子たちにも聞いたけど、MK ちゃん一番乗りよ。さすが期待の新人ちゃんだわね。お鍋の用意しとくから、怪我に気をつけて元気に帰ってくるのよ。全部で5個だったっけか。あっと、サントがいました。よし、じゃあサントも捕まえていきましょう。はい、1投目どうでしょうか。全く体力は減らしていないんですが、2回揺れて3回揺れて捕まってくださいな。オッケー。やっぱね、捕獲率が高いポケモンっていう、結構ね、弱めのポケモンは捕まりやすいんですよ。そしたらはい、ヨルブ66レベル。よし、じゃあサンドの図鑑データ読んでいきましょう。サンドはサンドパンに進化しますよね。サンドネズミポケモン。乾燥した砂地で砂浴びをするのが大好き。体についた汚れと水気を落とすのだ。水気を落として、なんか乾燥肌的な方が心地がいいポケモンなんでしょうか。そしたら、おっと、なんだ鍋底砂漠。めちゃくちゃ視界悪いところに出たんですが、サイドンは前もいましたよね。ウォーグルも前もいたはず。貴重な骨見つけました。サンドパンは持ってない。オッケー、進化系のサンドパン、じゃあ捕まえていきましょう。うわ、待って、急所で倒しちゃった。そんなことある？もうベノムショック2発耐えてくれる計算だったんですが、まあまあまあしょうがないですね。そしたら待て、ここにモンスターボールがありました。これは何なんでしょうか。ゴツゴツメット、いいですね。待て、おーっと、メグロコがいる。なんか空中歩いてないか？そんなことない。ちょっとなんか地面の判定がおかしくなってそうですが、よし、じゃあメグロコを捕まえていきましょう。はい、体力も減らさず投げたんですが、まさかの捕獲クリティカルいけるでしょうか。オッケー。
結構なんかこういう進化前系のポケモンは体力減らさなくても捕まりますね。はい、そしたら経験値もらって誰もレベルは上がりません。そう、目黒子は最終的にワルビアルっていうやつに進化するんですが、目黒子砂漠ワニポケモン。砂漠の夜は冷えるので砂の奥深くに潜り日が出るまで眠って過ごす。なんか久しぶりにあんまり攻撃的じゃない紹介文だったんですが、そしたら待てよ、そこにモンスターボールがありました。ちょっとここ広いんで自転車で行こうと思ったんですが、ちょっと行き過ぎることがあるみたいなんでやめておきましょう。そしたらこれを拾ってサラサラ岩。そう、サラサラ岩はあの砂嵐のターンが伸びるんですよね。そしたらなんかさっき光ってなかった？あれ、そんなことない？じゃあここに人がいるので話しかけていきましょう。100ワットですごいポケモン見せてあげる。いいよ。じゃあ見せてもらいましょう。ゴニョニョ。まあ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 、ありがとうございます。まあ100、おっとまたサンドパンいました。リベンジ戦やっていきましょう。さっきは間違って倒してしまいましたからね。はい、体力ちょっとしか減らしませんでしたが、どうでしょうか。1回揺れて、2回揺れて、3回揺れて捕まってください。 OK。今インテレオンではたく一発やって全然減らなかったんで、もう投げちゃおうということで投げていました。案外捕まるもんですね。不思議マナはレベル38に上がりました。そしたらサンドパンの図鑑データ読んでいきましょう。サンドパンネズミポケモン。湿度が低い土地で暮らすサンドパンほど背中のトゲの手触りは硬く滑らかになる。やっぱり湿度が高い方がいいんでしょうね、サンドとかサンドパンは。そしたらあとはポケモンいますか。なんか光ってる、光ってるんでこれ拾っていきましょう。すごい傷薬ありがとう。ウォーグルは持ってるんで無視してもいい。おっと待てよ、またありました。サイドンは持ってますね。サイホーン、サイドン、ドサイドンはあの元々ガラル図鑑にいたんで、ドリルライナーゲットしました。これは結構覚えるポケモンが限られているんですが、 PP リカバーありがとう。なんか結構地面光ってるな。おっと、あれはズルック、ズルック持ってたっけか、ちょっと忘れちゃったな。一回話しかけてみましょう。モンスターボールがついてれば、ついてればっていうかマークがついてれば捕まえていたということなんですが、ズルック捕まえていたんでしょうか。どうでしょうか。捕まえてるね。ガラル図鑑にいたんだと思います。ちょっと忘れちゃうんだよな MK さん。結構ガラル図鑑にいたかどうかってあんまり頭入ってなくないですか。そしたらど、何、どこまで進むのこれ。合ってる、方向が合ってるのかちょっと微妙だと思うんですけど、このさらに奥にまた洞窟があるんですか。プロテクター発見して、これは持ってるね。バルチャイ、バルチャイじゃねえや、ワシボンか。ワシボンは持ってる。ラッキーも持ってたんじゃないかな確か。ラッキー、いや持ってた確か。ラッキーピンプク、ラッキーハピナス、いやあったはず。そしたら基地改正の技レコード拾いました。待てよ、この奥で合ってる。なんか不安になってくるんですけど、砂蛇はオッケー。モンスターボールめっちゃ落ちてんな。はい、とりあえずこれも拾いまして、何なんでしょうか。火炎玉、火炎玉は持ってると火傷状態になるってやつですね。ディグダ発見。待って、合ってる？こっちで。あれ、ディグダいた今。あ、いるよね。はい、ディグダさんこんにちは。ディバデイビー、何？どういうこと？よくわかりませんけど、とりあえずディグダ1匹見つけました。待って、大キノコってさ、あ、マスター道場に戻りましょうってなってる。待って、これさ、3だな。MK さん、大キノコ5個だと思ってたけど、3だったみたいですね。じゃあ、今回はここで終わりましょうか。じゃあ、次回は道場に戻るところからやっていきましょう。勘違いしてました。ごめんなさい。そしたら、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また、次の動画でお会いしましょう。さよなら、ワシボンが危ない。